そんな感じでした。春に12の質問。出身地山形県鶴岡市。好きな食べ物ウニ。好きな飲み物日本酒。行きたい場所月。好きな生き物イルカ。好きな数字3。嫌いなものヤシの木。ファゴット始めたのは高校1年生。なんでファゴット始めたのか、一目惚れしたから。中学の部活吹奏楽部で打楽器。性格人見知り、感情が激しい、忘れっぽい、飽き性、活発。22年の目標、明るく楽しく自信を持ってやりたいことをやりまくる。明けましておめでとうございます。高春こと高橋はるかと言います。っていうことなんですけど、なんか今さら YouTube 始めるのはちょっと今さら感がすごいし、特別その YouTuber になりたいとか、なんかそういう登録者が何千人何万人欲しいとか、なんかそういうのは特にないんですけど、私はファゴットという楽器をやっていて、他にもちょっといろいろやっていてですね、いろんな私の活動を知ってもらいたいとか、自分のこの高橋はるかという人を知ってもらいたいとか、あとなんか自分の備忘録としてこの YouTube を気まぐれに上げていきたいなと思って1本目撮っております。はい、大丈夫かしら。